園放送室。どうもアルコ&ピースの平子と酒井です。お願いします。こちらは毎回ゲストをお呼びし23分間ノーカット一発勝負でその本性に迫る放課後秘密の校内放送でございます。ということで、今回のゲストこちらの方です。お願いします。はい、こんにちは、コスプレイヤーのえなこです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。えなこさん、すごいね、また今日も今日は、はい、誰ですか、うん、これ何だと思います。もうわけわかんなくなってオリジナルでやっちゃってるみたいになって勝ってもらってもいいですか。でもオリジナルは正解です。ああ、オリジナルなんだ。キャラクターのアニメのキャラクターとかではないです。はいはい、そうですよね。何かをイメージした衣装なんですけど、はい、俺ちょっとわかるかも。キョンシーじゃない？あー違います。違う、それ帽子。これヒント、食べ物です。食べ物カット、なんだろう、知らねえ。正解はオムライスです。あー本当だ、本当だ。あのお子様ランチの中、うん、あー本当だ、旗だ。で、分かんないか、ね、いや分かる分かった、ごめんごめんごめん、分かる分かる、嘘。ごめんなさい、本当は分かってた。プロフィールを改めて、はい、X のフォロワー数220万人以上、日本を代表するトップコスプレイヤー、うんうん、そして内閣府よりクールジャパン広報大使にも任命されております。日本がもうすごいね、やっぱり。いやいや、ありがとうございます。コスプレの文化っていうのが、これもうえなこというジャンルが確立されてて、コスプレを始めたきっかけって俺逆に分かってない人多いと思うんですけど、もともと何なんですか。中学生の頃に始めて、あのその時あの鈴宮春日の憂鬱っていう作品にすごくハマって、うんうんうん、でその時にオタクになって、まあ、コスプレも始めたっていう作品きっかけですね。どういう形でこのえなこという人物が広がったんですか。媒体は何を通して。いや私も詳しくは分かんないんですけど、はいはい、高校生の時にコミケっていうイベントに行って、うんうんうん、そこで撮られた写真があの勝手にネットでアップされて、この子誰だの状態で、はい、でなんかそれがどんどん拡散というか、まあ、誰誰誰だってなって行ったのが多分始まりかな。すげえ。じゃあコミケ発信、こうネットを通して。はい、はあ、最初はまあネットですかね。そうなんだ。今はグラビアなんかでもお見かけする機会本当にね多くて、雑誌の表紙だったり飾ってらっしゃいますけど、はい、ここ 3,4 年くらいグラビアにも力入れてて、で年に1回あの女性あの一番雑誌の表紙になった女性に贈られるカバーガール大賞っていう賞があって、2年連続で受賞させていただいたんですけど、今年もって狙ってたら今年あの男女混合になっちゃって、で今年は4位でした。あそれでもいいわ。だからあのね、あのヤンジャン系だったりの表紙をされてたりするじゃないですか。本当見るたびにえなこさんで、やっぱ表紙なんかコンビニも何でもチラッと見るたびに、他の方の表紙だ誰誰がやってんだなと思うけど、えなこさんが表紙やってる時だけありがとうって思うんですよね。なんかねありがとうなんですよね。であの今年 その男女混合になったところで、ダンスアイドルさんがほとんどで、その中に大谷翔平さんとえなこが、すげえ状態で、すごい面白かったです。あだから今この内閣府のクールジャパン広報大使のお話もありましたけど、はい、今だからこのコスプレ文化、日本の可愛い文化っていうのが、うん、日本のみならずもう世界で通用するワードになってるじゃないですか、うんうん、海外もやっぱ熱いんですか。海外もすごいですし、やっぱ撮影技術だったり、まあ、そうレタッチ技術だったりっていうのがもうここ最近すっごい海外の方すごくて、で海外行ってもえなことして、あそうえなこって呼んでいただけます。声かけられるんだ。日本からのコスプレイヤーじゃなくてもえなこが来たっていうことなんですよね。そうなんです、えなことして認識してくださってて、ただあの皆さん多くの方がアニメを見て日本語を勉強するんですよ。あそっかそっか。だからちょっとなんか語尾が おかしいというか、なんとかだぜみたいな、あえなこだぜだから主人公アニメ口調になっちゃうんだ、そうみたいな感じになってて、とっても可愛いんですよ。だからそういったお仕事も本当に多岐にわたるじゃないですか。でなんかメディアでも僕は目にしたことありますけども、ちょっとあの年収年少なんかもちょっと公表されてた、はい、ね、時がありまして、ちょっと1億超えたと、はい
いうお話を僕は伺ってます。はい、な何買うんですか。いや、なんか買いました。いやもうそれが、まあ、私趣味コスプレなんですけど、うんうん、もう趣味が仕事になっちゃったから、はい、結局コスプレのものって買っても、もう仕事当然なんですよ、ね、だからお金の使い方が逆に分からなくて、そうか、なんか媒体決まってるから、この会社がこのコスプレの衣装をなんかイベントの時だけじゃないから、ご自身でやっぱり用意することが多いんですか。まあ、お仕事は用意していただくんですけど、うんうんうん、プライベートでもコスプレしてるので、あ、その時は自分で用意して。なるほどね。だって安かないんでしょ。まあ、そうですね、ものによるんですけど、まあ、大体30万50万とか、なんか鎧とかすごいパーツが多いと100万超えたりすることもあって、クロムハーツの革ジャンじゃん。いやいや、そんな高いんだ。本当でもそんなんよ。そんくらいするんだ。でもやっぱりそのコスプレ以外に使ってみたいなって思うんですけど、お二人は何かお金って どう使ってます。じゃ、ねえし、ねえし、ねえもねえから使わねえし、うん、じゃああったとしたら何に使えます。いや、そりゃ いや買いたいものはいっぱいあるよ。ローンまず返済しない。ローンの返済しよう。一気に返済したね。一撃と、うん、車とかはどうですか。あ、車も僕は乗ってますけど、ね、今買い替えがそのローンで逼迫して車の買い替えが今できない状態。やっぱローンが、あのここの駐車場行ってもらうと黄色い車あるんですけど、はい、左がベッコンとへこんでるんですけど、それも直せないままになってます。金貸してくれ。ローンがきついな。そうか。で、じゃあ貯金はあるんだ。とかもうずっと貯金してて、すごい数。でも、もともとのお金いっぱいもらって、なんかをこう成し遂げたい、こんなものやりたいというよりは、コスプレが楽しいからそれを今続けてるっていう状態なんですよね。あ、そうなんです。もう最初から今の事務所の社長と契約する時も、うん、あのお金は本当にどうでもいいから、何かコスプレで楽しいことをやらせてくれってお願いしてたので、でもその結果お金もついてきて、なるほど、ね、ハッピーではありますけど。だからえなこさんそういうさっきもともとネットからとか、はい、イベントからってこう出てきて、今もネットや SNS 界隈、それがもう世界的になったわけじゃないですか、うん、そういう人から見えた、そういうもので全然食えちゃってる人から見る今のテレビってどうなんですか、影響っていうか。えだって今じゃあテレビもちろん出てらっしゃるけど、主戦にしなくても食えちゃう、うん、いろんなオファーがたくさんある、うん、ネットでもたくさんのお仕事がある中で、そんなそういう人から見今テレビってどうなんですか。今だとその、まあ、YouTube とかもありますし、はいはい、いろんな配信サイトとかも、はいはいはい、SNS もあるし、うん、まあ、発信する場って結構どこでもできるっちゃできるんですけど、うんうん、でもやっぱりテレビってそのみんな見てるんですよ、全国の方々が、はいはいはい、でこう一つのやっぱジャンルコンテンツとして、はい、今でもこうすごくずっと続いてるものですし、私テレビ業界ではまあ新人の方だから、はい、ギャラ結構安めなんですけど、それでも出たいって思ってる。あ、そんだけのやっぱり発信力っていうか、はい、やっぱテレビの力ってすごいと思ってるので、はいはい、なので私は今でもテレビの仕事あったら出たい出たいって思ってます。そうですか、はい、いいね、嬉しいね、テレビマンね。モアコンとか言われてるからね。ネットとかさ、そんなことない。あ、そうなんだ、ちなみにご自身でやっぱりこう写真を撮られたり、はい、やっぱ自撮りしてるイメージなんかもね、もちろん撮ってるやつもそうですけども、はい、自撮りのイメージなんかもあるんですけど、例えば女の子自分のことを可愛く自撮りしたいって方も多いと思うんですよ、はい、なんかえなこさんなりのテクニックとかってあるんですか。私は自撮りするときに、アルコ&ピースのしくじり学園放送室、続きはアベマプレミアムで配信中。フルバージョンを見るにはこちらをクリック。いやらしい方式だと思うかもしれないけど、これはビジネスなんだ。